はい、田中球児です。今回ね、フォートナイトに驚愕のアップデートが来ました。それはですね、あの最強武器、いやチート武器とも呼ばれた最強のね武器が帰ってきたんですよ。ご覧ください、セミスナさんです。フォートナイトはね、このような感じで3大最強武器がねあるんですよ。リボルバー付きスコープ、セミオートスナイパーライフル、ピストルで、リボルバー付きねスコープはね保管庫に行っちゃったんでね、現状はね2大最強武器なんだよね。っていうかね、1大最強武器になる可能性もあったと、こいつが帰ってこなければ。ってことでね、スナイパーの王様セミオートスナイパーライフルがね帰ってきました。これはね結構ねセミスナファンの方にとってはね嬉しいんじゃないでしょうか。ほんとね、もうなんだろう、フォートナイトのね王ですからね、王を女王、まあ、いつもいる人みたいな感じっすね。で、3大最強武器って言ったけど、昔はね4大だったんだよね。これ余談なんだけど、昔はちょっと待ってね、どこだ、いたいたいた、スコープ付きアサルトライフルがね4大最強武器だったんだけど、ある時にアップデートされてちょっとね風上にも置けないってことでね4大じゃなくなっちゃったんだよね。で、それは置いといてね、今回のアップデートの話していくと、セミスナが帰った以外にもシャドーボムと、コンバットショットガンのその調整が行われて、シャドーボムはね、まず簡単に言うと入手率が下がった感じね。あとドロップ数も下がったと。なんでかっていうと、ゲーム後半で使用されることが多かったため、アイテム取得時のリスクとリターンを調整したらしいんですよね。で、最大スタックサイズを変更せずに入手率を減らすことでアイテムの性能を維持しつつ、序盤にシャドーボムで、所持枠を埋めるリスクを高くしました。まあね、これどういうことを言ってるかっていうと、多分ね後半ね特にアリーナでね多かったと思うんだけど、あの終盤ねこうやってシャドーボムに隠れて、とりあえずねその戦闘回避してその範囲移動しやすいんですよ、シャドーボムって。まあ、後半でねシャドーボムをね握ってると相当有利に働いてたのね。なんでそれをね、まあちょっとねその優位性を下げたっていう感じなんだろうね。で、コンバットショットガンの調整も似たような感じで入手率を下げた感じですね。で、理由は他のレアアイテムと比べてレアのコンバットショットガンのドロップ率が少し高すぎる設定になっていました。この変更により同系統のアイテムと同様の設定になります。はい、なんでそんな、まあこれはねバランス調整っていうよりも、まあそんなね、そんなすごいもうめっちゃ使われてるか調整みたいな感じじゃないですね。で、それ以外にも、レガシースクワットとクロスエンカウンタースクワットと、スナイパー銃撃戦リオがね、期間限定モードのローテンションに来るらしいさえ。まあ、個人的にはレガシースクワットはまあ楽しみかなっていう感じですね。まあ、レガシースクワットは結構ね頻繁に来てる印象だけどね。俺ね、期間限定モードでね来てほしいのがね、エピックに頼みたいのが、過去の強かった武器を最強のもう全盛期の調整にしたモード出してほしくない？わかる？もうぶっ壊れ対戦っていうの、ジェットパックや、ポンプショットのダブルポンプとか、あと誘導ミサイルとか、あとコンパクトサウマシンガンの全盛期で勝ち合ったら、まあ、どれがね強いのかね。インフィニティソードはね外してください。はい、あいつがあるとねあいつになっちゃうんで。あ、でもなんないか、ジェットパックでさロケラン撃たれたら無理か。面白そうだよな、正直。最強なんだろう、ぶっ壊れ選手権みたいな感じで期間限定モード来てほしいっすね。で、それ以外にも期間限定モードでダウンタウンドロップってのが来て、そのねフリーチャレンジをクリアするとね、バックアクセサリー、バックボードをアンロックできて、ハングタイムセットをお持ちの方はさらにチャレンジをプレイすることで、グラインドとクラッチ、コスチューム用のねスタイルや4つのね特別なスペルを含む追加報酬をアンロックできるってことなんで、無料でなんかね手に入るらしいんでね、そういうのに興味ある方はぜひやってください。はい、まあね個人的にはねセミスナが気になるんでね使っていきたいと思います。どうぞ。はい、ではねスナイパー銃撃戦でセミスナね使っていきましょう。このモード、いやねスナイパーの王様なんでね、セミスナは王。このモードさ、近距離武器がさぶっちゃけセミスナぐらいしかねえんだよね。お、来た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 、王様勝ったな。え、マジでねこのモードマジセミスナ最強だと思うんだよな。セミスナとあれね、あのトゲトラップで戦えば OK。 来たー、セミスナ。まあ、王様だしね。回収、ハンティングスナイパー、ハンティングライフルなんて捨てるわ。
結局な、王様来るまでのつなぎの銃よ。このモードね、建築わりかしどうでもいいか。上取ってもね、ぶっちゃけそんなメリットないと思うんだよな、このモード。基本的に建築でイモリアスを突破できないから、奇襲戦、でも奇襲戦になるとセミソナそんな強くねえか。いや、強えわ。強い強い強い。だって、セミソナなんだかんだ150ぐらい飛ぶでしょ、ヘッドで。セミソナヘッドを一撃にしたらな、最強なんだけど、ブーム棒なんてもう一瞬で廃れるよ、マジで。ヘッド一撃の連射できる武器なんてやべえからな。いきなりあれからね、カウンターストライク始まるから。セミソナってマジで調整むずいよな。最強、まあ、最強なんだけど、最強にしちゃうと最強になっちゃうもんな。今でも最強だけどな。これ以上最強にしちゃうとやばい、マジで。本当に最強になっちゃう。来た。出たアップデで弱くなったやつじゃん。取るか。こいつな、シャドウボムね、マジでやばいしな、終盤。本当に終盤持ってるとガチで勝率上がるわ。まあ、1位になりたくない。いや、言い方悪いな。正直ね、2位とか3位になるだけだったら、次元の裂け目2個、シャドウモブ6個、グライダー10個、積んでればぶっちゃけ慣れる説ある。本当にそれぐらい強いな、シャドウモブ。終盤の本当範囲が動くような段階だとマジで鬼強いよね。なんかいる、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 なんかいる。見てあれはセミスナ、あれはセミスナの連射力は。ん、撃たれた、撃たれた、あれいけるんじゃない。オッケー。あー、そうか、これ蘇生ないんだ。残念でした。もう蘇生仲間もういねえわ。この合法チート最強神武器セミスナによって葬られたわ、あいつは。今の若えもんはセミスナを知らねえからな。セミスナが現役の頃はあれよ、もうフォートナイトはもうセミスナの天下だってよ。もうみんなセミスナ持ってた。セミスナ4丁持ちが流行ったよ。もうそれぐらいね、セミスナ強かった。でもね、その強さのあまり運営に消されてしまった悲しき武器を。だってもうセミスナ全盛期の時はね、ポンプショットガンとかもう誰も使ってなかったからね。もうセミスナ4個でよかったもん。もうそれぐらいね、地上最強のチート武器だったよ。まあ、セミスナと対等に戦えるのは、まあ、ピストルか、まあ、リボルバー2台目ぐらいだったものよ。さて、ここは取ったけど、どこで撃ち合ってんだろう。後ろとかいそうだけどな。最悪トゲトラップあるから、トゲトラップ、うわー、ボーラーあるのかい、このモード。そんな、もうこのモードでボーラー使っちゃう、そんなやっちゃう、ボーラー。もうなんかお祭りでやっちゃう、そんな。いけ、当たる。当たらねえのかい。ちょっと落ちてるわ、弾が。落ちてるわ、弾が。おいおい、チート武器いくぞ。もう止まれって、もう一回、もう一回止まって。おい、78、強、78。今でもさ、ヘッドに当たっただろ、明らかに。騙されてるよ、明らかに。セミスナ騙されてる。一発当たったと思うんだけどな、ヘッドに。今の、今あれら陰謀だ、あのヘビスナの。セミスナを嫉妬したヘビスナの陰謀。もうすげえちゃんとやってるわ。これぶっちゃけさ、どうせ当たんないだろ双方強いよな、おそらく。当たると思うから当たるんだよな。当たんないと思えば当たんねえんだよな、こんなもん。まあ、当てれないよ、実際。ほっ。こんなん当たんない、当たんないって。即着じゃないからですね。あ、なんか、同じ考えの人がいたよね、今。どうせ当たんねえだろ、みたいな。わかる。わかる、その気持ち。これ怖いな。ほっ。こんなさ、このモードでボーラーって、そんな、お前不遂だろそれは。いいじゃんボーラー、お前そんな真面目にやっちゃう、ボーラーなんて。そんな真面目にやっちゃう。当たんない、どうせ当たんない、どうせ当たんない、当たりません、どうせ当たんないだろ。そう、ほら、狙われすぎだろ、狙われなさすぎだな。あ、そっか。うわぁ、楽しい。こういう時のこれですよ。こういう時の OK ね。シャドウボム強いっしょ。
まあ、まだ早いんだけどね、本来使うペースは。まだ早い、本来はまだ早い。怖いな。お、倒せんじゃない。これいけるか。壊せ。オッケー。壊せね。くっそ、壊せね。あ、そうなの。お互い大して当たんないからって、そのやめてもらえますか、そのいるかな。やめろ、その最後トラップをご利用するの。いくぞ最後。オッケー、弾ね。これどうしよう。最後ね、トラップでご利用するのがクソ流行るんだよな、このモード。これさ、絶対建築なくてもよかったんじゃねってたまに思う、俺は。このモードだけ建築資材制限300とかにしても面白いと思うんだよな。OK。もうこれ入った方がいいんだよな、これ大体。これさ、当たんねえもん。OK。OK! セミスナー。やっべえ、やっべえ、マジ、やっべえわ。マジやっべえわ。おっ。いや別に、やめろやめろやめろ、近距離運ゲータイムやるよ。弾ね、やべ、資材ね、資材ね。オッケーオッケー、当たるか当たるか、当たれ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 、オッケー、当たった。資材ねえのかこいつも。やばい、マジでやばい、マジでやばい、マジでやばい、呼べない、あったり、やばい、もうなんでこいつ漁夫じゃねえか結局。